2023年12月、エンゼルスから FA となっていた大谷翔平選手はドジャースと10年7億ドル、約1015億円の超大型契約を結び話題となりました。この契約は北米スポーツ史上最高額となりましたが、メジャーリーグには大谷選手の他にも大富豪がいると言われています。そこで今回は世界で最も裕福な野球選手ランキングについて紹介します。3名同率だったため8位からのランキングになります。8位マニー・ラミレス。 MLB を代表するスラッガーとしてレッドソックスなどで活躍したマニー・ラミレス選手。野球選手としては決して大きくない体ですが、広角に打球をスタンドに放り込む長打力を武器にメジャーリーグを席巻した選手です。その卓越した打撃技術で MLB 通算打率は3割超え、さらに555本のホームランを放った実績を誇っています。そんなラミレス選手は現役時代メジャー屈指の高級取りとして有名でした。2000年シーズンのオフ、 FA の目玉選手だったラミレス選手はレッドソックスと8年1億6000万ドルという破格の契約を締結。これは当時 MLB で2番目に大きい金額でした。そして2020年時点でのラミレス選手の純資産は約1億1000万ドルとも言われており、野球選手富豪ランキング8位にランクインとなりました。8位タイ、ジョーイ・ボット。続いてご紹介するのは2002年の入団からレッツ一筋、フランチャイズプレーヤーのジョーイ・ボット選手です。2008年にレッツのレギュラーに定着したボット選手はレッツの15年ぶりの地区優勝に大きく貢献。そんなチームへの貢献が評価されたボット選手は2012年4月2日に現在の契約に加えて2014年から10年間、2023年まで総額2億2500万ドルでレッツと契約延長することに。この契約の金額を現在のレートに換算すると約335億円と驚きの契約で、単純計算で1年で33億円を稼いだのです。1年で33億円でも衝撃的な契約のように感じますが、それが10年、チームのボット選手に対する信頼感がうかがえます。そんなボット選手はこの10年契約が終わる2023年オフにレッツ一筋で現役を引退。2000本安打を達成し、7度の最高出塁率を記録した選手生活17年間で稼ぎ出した金額は2億2800万ドルと言われています。そして2020年時点でのボット選手の純資産は1億1000万ドル、約121億円と伝えられており、8位タイにランクインとなりました。8位タイ、チッパー・ジョーンズ。そして3人目の富豪野球選手はチッパー・ジョーンズ選手。ジョーンズ選手も先ほど紹介したボット選手同様にフランチャイズプレーヤーで、1993年から2012年までブレーブス一筋で活躍した選手です。そんなジョーンズ選手は1995年にレギュラーを獲得すると、1999年には自身初の MVP に輝き、スター選手の階段をすんなりと駆け上がることに。すると2001年からは6年総額9000万ドルでの契約延長。もちろんこの契約も大型契約と言えますが、これまで紹介した選手たちとは少し劣る契約内容となっています。その埋め合わせをしたのが不動産収入や広告収入などの副収入。現役時代、ジョーンズ選手の最大のエンドースメントにはウェンディーズ、ミズノ、コカ・コーラなど超一流の企業が立ち並んでいました。野球選手としてのキャリアが長いこともあり、物足りない契約内容であっても、エンドースメント収入が加わると野球選手の中の富豪ランキングには楽々とノミネートされてしまいます。そんなジョーンズ選手は2020年時点で純資産1億1000万ドル、121億円を保有しているそうで、こちらも8位タイにランクインとなりました。7位ライアン・ハワード。第7位でのランクインとなったのが、ナ・リーグの MVP を1回、本塁打王を2回、打点王を3回獲得した強打者で、全盛期のバリー・ボンズ選手にも引けを取らないと称されたライアン・ハワード選手。数々の功績を打ち立てたハワード選手は2010年4月26日に2012年からの5年総額1億2500万ドルの契約を締結。この時すでに契約を結んでいた2010年、2011年のものも合算させると、7年総額1億6100万ドルの超大型契約となりました。これは CC サバシア選手と並び史上6番目の年俸総額となっており、
球史でもトップクラスの金額が動いたのです。その後は怪我でプレーをすることができない時間が増え、さらなる年俸アップを勝ち取ることができませんでした。しかしハワード選手も1年で1億円以上の広告収入があったと言われており、その稼ぎは年を追うごとに増すことになり、2020年時点での純資産は1億2000万ドル、約132億円。これは富豪ランキング7位の金額となっています。7位タイ、ザック・グリンキー。7位タイでランクインしたのはザック・グリンキー選手。ここまでフランチャイズプレイヤーとして富豪になり上がった選手を数名ご紹介しましたが、グリンキー選手はメジャー6球団を渡り歩き稼ぎまくった選手です。そんなグリンキー選手のキャリア最高の契約となったのが、2012年にドジャースと結んだ6年1億4700万ドルでの契約。これは当時CC サバシア選手がヤンキースと結んだ7年1億6100万ドルに次ぐ史上2位の大型契約となり、年換算するとサバシア選手を上回る2450万ドルの史上最高額となりました。その後ダイヤモンドバックスに移籍した際も歴代4位となる6年2億650万ドルの契約も勝ち取るなど、行く先々で大型契約を締結するのがグリンキー選手なのです。そんなグリンキー選手が2022年までに稼ぎ出した年俸は約3億3000万ドル。そして2020年時点での純資産は1億2000万ドル、約132億円となっているのです。現在も40歳ながら現役を続けており、その資産はこれからも増えていくことから、将来的にはランクを上げるでしょう。5位、ミゲル・カブレラ。そして折り返し5位でのランクインとなったのが、2023年引退を発表し史上3人目の3000安打、500本塁打、602塁打達成者として知られるミゲル・カブレラ選手。20歳でメジャーデビューを果たすと、そのままメジャーを席巻することに。若くして自身の価値を高めたカブレラ選手ですが、2008年シーズンからトレードでタイガースに渡る際には8年総額1億5230万ドルの大型契約を勝ち取ります。タイガースでは三冠王や MVP を獲得する活躍を見せたカブレラ選手。この活躍は当然球団からも評価されることになり、2014年3月28日にはタイガースと8年総額2億4800万ドルで再び大型契約を勝ち取りました。このようにキャリアで2度破格の契約を結んだカブレラ選手は、2022年までに約3億6000万ドルを稼ぎ出し、野球だけの稼ぎでは歴代2位の高給取り。そして2020年時点の純資産は1億2500万ドル、約137億円と言われています。4位、アルバート・プホルス。続いて紹介するのはエンゼルスやカージナルスなどで活躍したレジェンド、アルバート・プホルス選手。カージナルスでナ・リーグ MVP を3回、MLB オールスターを9回、ワールドシリーズチャンピオンを2回受賞した実績があり、2012年にエンゼルスと10年総額2億4000万ドルの契約を結びました。そしてプホルス選手にはさらなる収入の柱が。それは2019年にナイキと結んだ約7000万ドルの契約です。史上最高レベルのエンドースメントを手にした男の2022年時点での純資産は1億7000万ドル、約187億600万円。4位でのランクインとなりました。3位、イチロー。続いては日本が誇るヒットメーカー、イチロー選手。2020年時点での純資産は1億8000万ドル、約198億円。本業である野球では約1億6000万ドルと控えめなイチロー選手ですが、その収入はバラエティに富んでいます。選手生活の中で、キンビール、水、佐藤製薬など数多くの日本ブランドの広告塔を務め、野球以外にも収入が多い選手です。また、自身で資産管理会社を設立。その業績も好調のようです。現在は現役を引退しているイチロー選手ですが、人払い取りの給料や CM 出演料などの収入もあり、今後も資産は増えていくでしょう。そして、現在のようにメジャーに多くの人に挑戦していたら、今後は変わっていたかもしれないですね。2位、デレク・ジーター。2位はミスター・ヤンキースと呼ばれるヤンキースのフランチャイズプレーヤーのデレク・ジーター選手。1996年にヤンキースのスタメンに名を連ねることになると、安定した活躍を続け、2001年にヤンキースと総額1億8900万ドルの10年契約を勝ち取りました。
ヤンキース史上初の3000本安打をはじめ、多くの功績を残した20年の MLB 生活で稼いだお金は約2億6000万ドル。選手寿命の短いショートというポジションで、この生涯年俸は異常といえます。またジーター選手はナイキ、フォード、マスターカードなどとのエンドースメント契約での収入も歴代トップクラス。さらに2017年にマーリンズの共同オーナーとなり、2022年まで CEO を務めるなど、経営者としても成功を収めている大物なのです。そんな経営者としての側面もあり、2020年時点での純資産は1億8500万ドル、約203億5700万円。ついに資産が大台200億に乗る選手が登場しましたね。1位アレックス・ロドリゲス。そして堂々の1位に輝いたのはアレックス・ロドリゲス選手。まず先にロドリゲス選手の生涯年俸は約4億ドルで、これまで紹介した選手の中でも群を抜いて大きい金額となっています。ロドリゲス選手は歴代で一番多くお金を稼いだ野球選手ということになるのですが、この選手も野球以外に収入源がありました。引退後は複数の会社のオーナーを務め、特に A ロッドコープでは FOX スポーツと ESPN で野球中継を続けています。稼ぎに稼ぎまくったロドリゲス選手は、2020年にはメジャー球団のメッツ買収を検討したことも有名で、球団を買収できるほどの財力を誇っています。そんな大富豪の2020年時点での純資産は3億5000万ドル、約385億1000万円。2位のジーター選手に100億円以上の差をつけての1位となりました。未来の1位は大谷翔平。数々の富豪選手を紹介してきましたが、十数年後この全員を抜き去りトップに躍り出ることがほぼ確実となっているのが大谷選手です。2023年オフ、10年7億ドル1015億円という歴代最高の金額でドジャースと契約。この契約だけで今回紹介した富豪選手たちの生涯年俸を優に超えてしまいます。また給料の 98% を後払いにすることができる余裕を作るほどのエンドースメント契約を抱えている大谷選手は、歴代最高の富豪になることは間違いないでしょう。というわけで今回は世界で最も裕福な野球選手ランキングについて紹介しました。他にも有名な裕福な野球選手がいたら、ぜひコメント欄で教えてください。本日はご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは。